テリー・バート・ランド・ウィット・フィールドはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。右ト左ヒ NPB での登録名はテリー。1971年の MLB ドラフト一巡目でニューヨーク・ヤンキースに指名され契約。1974年9月29日にメジャーデビュー。1977年サンフランシスコ・ジャイアンツに移籍。 1981年、西武ライオンズに入団。西武では3シーズン所属し、安定して、高レベルの成績を残して1980年入団のスティーブ・オンティベロスと共に、西武の躍進に貢献した。大舞台でも強く、1982年のプレイオフ、第4戦では日本塁打を放って、ところざわい天後初のリーグ優勝をもたらし、 翌1983年の日本シリーズ第7戦では、7回裏虫満塁のチャンスで西本清から走者一層の逆転二塁打を放ち、日本一に貢献。シリーズ優秀選手に選ばれた。初級に強い打者で、その積極性が好成績につながっていた。性格も明るく、優勝後のビールかけの際にはユニークな日本語でインタビュアーに応答していた。また、 幼い頃に貧しく野球観戦ができなかった体験を元に、セーブライオンズ球場の年間予約席の一区画をポケットマネーで買い取り、テリーズボックスと名付けて恵まれない子供を招待する、心遣いや日本で覚えた礼をもんじる精神からホームランを打った際、ホームイン後にヘルメットを取って観客席に向かい一礼する、といった優しさや礼儀正しさも多くのファンから共感を得ていた。 1983年オフ、西部フロントは、テリーとの契約延長を望んでいたが、テリーがメジャーリーグ復帰を願望し、2年連続の日本一を沖き土産に退団。翌1984年にロサンゼルス・ドジャースと契約し、メジャー復帰を果たした。1986年に現役引退。2013年現在は、サンフランシスコにて、 野球教室をしている。2019年8月7日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、西ブライオンズ OB ーーとして、西ブライオンズデーの始球式に登場。ありがとうございます。